く店頭でこんなことを聞かれます。ヨーヨーの紐ってタコ糸でもいいんでしょうか。これは絶対にダメです。そもそもヨーヨーには専用の紐があります。ヨーヨー専用の紐のことをストリングと言います。そのまんまです。タコ糸との違いは素材です。基本的にヨーヨーのストリングは綿を 50% 配合して、さらにポリエステルを 50%、 トータル 100% としているものか、もしくはポリエステル 100% のものがよく使用されます。素材が違うと何がいいのか、これはもう耐久性が段違いです。今のヨーヨーってとてもパワフルに回るようになっているので、タコ糸を使うとおそらく力が強い人だと1回投げただけでと切れて飛んでいってしまうかもしれません。お家のものを壊さないように、ヨーヨーを壊さないように、何より自分自身や大切な人を怪我させないように、必ずヨーヨーには専用のストリングを使用してください。それでは別の動画でお会いしましょう。さよなら。